よく一緒に遊んだのが小島瑠璃子です。で、ルーはね、別にゴーのこと気に入ったわけじゃないんですけど、まあ、ゴーがめっちゃ気に入ってたので、よく一緒に遊びましたね。案の定ゴーは酔っ払って、ルーを連れて帰ろうとしたんですよね。で、ゴーの周りで一緒に飲んでる奴だって、もうゴーの手下なんで、ゴーがこうしろって言ったら、みんなもその通りに動くんですよ。家連れてこいったら家連れてこうとするし。で、タクシーにルーを乗せ込んだ時に、まあ、かなり無理やり乗せ込んだみたいで、ルーから LINE が来たわけですよ、僕のところに。怖いと。ゴーちゃんが酔っ払いすぎて、無理やりタクシー乗せられた。もう週刊誌も怖いし、このまま連れて帰られるのも本当怖い。どうにかしてガッチャンって来たけど、いや、二人きりにされたと。で、ゴーちゃんタクシーの中でタクシーのうんちゃん後ろから蹴ったり、罵声を浴びせてると。ほんまに怖いって言うから。で、その時にタクシーがたまたま信号で止まったらしいんですよ。で、ゴーがバーって言ってる時にルーはタクシーから降りて逃げたらしいんですよ。もうそれからルーはゴーの飲み会には来なくなりましたね。ほんまにビビって。